どなたなんですか。え、三省堂の山本さんでいらっしゃいます。ああ三省堂の山本さん、三省堂に山本ありって言われてそうだね、実際知ってる人ね、何度か渡辺さんね、お会いしてますけど ね、ええ、お久しぶりです。自称で、ね、すごい有名な選手で、今日も先生のお手伝いで来てます。なるほど、じゃあ先生がいろいろとその兜について教えてくれるってことなんですか。そうなんです。兜とカブトムシ、語源的にはどちらが先なんですか。あの兜の方が先です。かぶる、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 にはこういう風に飾りがついてますね、はい、あれがあのカブトムシのあのヒゲが似てるということで、はい、あとでカブトとなったカブトムシが後なんです、ね。